このそば。そいや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 。しぶとい上にしつこいやつめ。せいやせいや、おいさおいさ。楽しそうに踊ってるわね。まるで提灯を見せつけるかのように。祭りってのはな、みんなで集まって屋台見たり踊ったりするから楽しいんだ。コウマの里に楽しい祭りを返せ。岩石ボンバー。そいやナイスだミーヤ、畳みかけるぞ。みんなを返して、ライトオブセイバー。よいやーさー、やったか。ええ、今度こそ大丈夫。倒したわ。おお、いやいや、最後は見事な手際だったね。さすがは族長の娘といったところかな。そんな照れくさいからあんまり褒めないでよ、アルエ。そう謙遜するな。さすがは族長の座を受け継ぐ者。お前の未来は明るいぞ。親バカかもしれんがな。もう族長がどうとかやめてよ、お父さん。ミーアの攻撃もなかなかに素晴らしい威力でした。ありがとう。って、どういうことなの？盆踊り様を倒したからみんな出てこれたってこと？まあそんなところだな。すべては脚本通り。今年は族長がノリノリでね、里帰りしためぐみんや米っ子にも協力してもらって、とてもいい脚本が書けたと自負しているよ。強敵盆踊りを返り討ちにする、これがこの時期のコウマ族の仕事でな。だが単純に返り討ちにするのでは芸がない。そこで毎年趣向を凝らした物語を作っては、里のみんなで楽しんでいるというわけだ。炎の盆の醍醐味にして最大のイベント、楽しんでもらえたかな、我が娘よ。いや、ひどいと言われてもな、里の常識だし、知らないのはお前くらいだぞ。みんな知ってたの？当然。
段取りを分かった上であえて乗るのが高魔族流だからね。今年も里のみんなが盛り上がってくれてよかったよ。里の外にまで噂は届いているはずなのですが、ユンユンは墓地ですからね。炎の盆に最後まで参加したことがなかったでしょ。だから盆踊り様を返り討ちにする話を知らなかったのですよ。ひどい！ひどいと言いますが、よかったではないですか。これでもうユンユンも炎の盆マスターですね。そんなのマスターしたくなかった。うわあ！くにゃくにゃ。いたたたたたた。やめやめてください。どこをつねっているのですか。なあクア、ダクネス、俺たちこの里に何しに来たんだっけ。夏祭りを楽しみに来たんじゃなかったかしら。カズマ、気持ちはよくわかる。だがみんな無事だったし、これはこれで高魔族らしい行事だと思えばな。ミーヤはよくわかんないけど、後で屋台の焼きそば食えればそれでいい。そうそう、炎の盆で優勝者を決めるにあたって恒例のルールがあるのです。盆踊りにとどめを刺した人には100億ポイント。というわけで、盆踊りにとどめを刺した君が今年ぶっちぎりの優勝だ。ユンユン、おめでとう。それじゃ、もしかして私が。ああ、感慨深い。去年まで途中で帰っていたうちの娘が、今年は祭りの壇上でかっこいい口上を述べるだなんて。大変な思いをした上にそんな罰ゲームまで。頑張れユンユン、優勝はすごいことだぞ。ミーヤの言う通りよ。ここは一発かっこいい口上をやっちゃいなさいな。父の期待に応えるのも娘の務め。応援しているぞ、ユンユン。みんなまでそんなこと言って。おっと、そこで俺を見ても何も出ないぞ。そんな今年はめぐみんも俺たちもいるし、気楽にやってみたらいいんじゃないか。これはもうやらないとどうしようもないってことね。でも確かにみんながいる今なら。我今宵勝利を勝ち取らん。おお、始まった始まった。ユンユンも災難だな。何を言っているんだい。こんな晴れ舞台、栄誉ではあっても災難であるはずがないだろう。
祝祭の場に集いし者たちよ、我こそ覇王、この勇士しかと目に焼き付けるがいい。たどたどしくはあるが、なかなか様になっているじゃないか。ユンユン、もっと、もっとだ。いいわ、その調子よ。まがまがしき盆踊りを打ち倒す者。よ、次期族長、青き稲妻を背負う者。恥ずかしいからそんな呼び方はやめて。喜んでいますね。喜んでるのか、あれ。盆踊りから提灯も取り戻して、町に明かりが戻ったし、ようやく楽しい祭りになりそうだな。あ、そこの高魔族の人、シワシワが欲しいんですけど、どこで手に入るかしら。祭りよりシュワシュワか。たくん、一時はどうなるかと思ったけど。もうそれ以上からかうのはやめてー。来年は米っ子が優勝する。たまにはこんな夏の風物詩も悪くないか。